ANA さんが投稿を上げてくださってたんですけど、そう、私は昨日と今日鳥取に行ってまいりました。あ、ツイッターで見ました。ツイッターにも上がってるの。そう、鳥取県に行ってきました。そう、何気に私人生初鳥取だったんですよね。そう、お代理眠そうだったってあれだ、結構朝やからな。もしもあれは眠、ちょっと朝は眠かった、うん、そんなこんなで2日間、丸2日間がっつりロケしたので、またね、情報の公開を楽しみにしていてください。うん、土産は買ってきたのって、買ってきたよ、土産いろいろ、ほんといろいろ買ってきた。なんかカニのおせんべいだったり、梨のゼリーだったりみたいな、買ってきました。うん、そう、鳥取の名産って梨だろうって、20世紀梨とか、あと奥州梨っていう梨も有名って言ってたよ。うん、まあまあ、ちょっとロケの内容もね、まだ話せないものがたくさんあるので、お話はまだできないんですけど、なので放送を楽しみにしていてください。そう、まあ、そんなこんなで、うん、おいしい。夜ご飯を食べたって、食べた、今もう今日は遅かったのでコンビニで買ってきて食べました。いや、でも本当に何だろう、2日間ともどっちもめっちゃ早起きだったんですよ。でも他にもたくさんメンバーがいてて、このメンバーと、そう、なんかトランプしたりとか、なんかいろんなお話とかしてたり、結局昨日は早く寝ようと思ったけど、寝るの遅くなって。楽しかったです。うん、寝とらんのか。でもね、移動中はまあちょこちょこ寝てはいてんけど、案外ね、鳥取と、なんだ、東京は。ANA さんの飛行機で行くと案外近いもんで、そうそうそうなのよ。あとね、帰りの飛行機は赤ちゃんがずーっと斜め前で泣いてらっしゃってあよ泣いてんなーと思いながら帰ってきた。疲れへんのかな、あんな泣いて。
そう、最初から最後まで泣いてらっしゃったら多分今日はぐっすり寝れるやろうな、あの子。そう、よう働いてはった。うん、飛行機怖かったんじゃん。いや絶対怖いよね、あんな年、何歳、多分 4,5 歳ぐらいの子だったけどね、えあんなちっちゃい年齢で。ねえ、大変そうやな。そうそう、なんかでもあの泊まった後はお母さんにアニメ見せてもらって笑顔になってあったわ。ああよかった。うん、もう 4,5 歳は赤ちゃんじゃねえって、赤ちゃんや。お西はじゃがりこ食べてた、飛行機の中で。うん、何味？何味でしょうか。サラダ、サラダ、サラダ、じゃがバター、サラダ、サラダ、サラダ、明太子、サラダ、明太子バター、じゃがバター、明太もんじゃ、サラダ、明太、明太子、チーズ、じゃがバター、明太子、肉じゃが、チーズ、サラダ、正解は？明太子でした。明太バター、明太子、なんか明太、明太のやつ食べた。そう、あれ美味しい、明太子、明太子美味しいよ。うん、明太子そんなのあったっけ。 あるよ、明太、明太子のじゃが芋じゃない。何だっけ、じゃがりこ。やばいやばい、相当眠そうだな私。あの鳥取のお土産でそれも買ってきた。あのなんかカニのなんかをディップして食べる明太、明太子じゃない、やばいやばい、あれなんか頭働いてないかもしれない。あの鳥取でお土産で買ってきたのがじゃがりこのカニのディップするやつ買ってきた、お土産。なんてなんて、前にマッチングアプリで知り合った女性と昨日お茶してきたじゃん。なんでじゃがりこの話一緒にしようよ。じゃがりこの話しようよ一緒に、マッチングアプリ。お茶してきたん、ええやん、ええ出会いやったか。急に急になんかジャンルの違うコメントが流れてきたから、な、何やってって見ちゃった。あ、ごめんね、パキリなっちゃった。そりゃよかった。むじろ。ええな、趣味、趣味が合うね、人とね話すのは楽しいよね、きっと。
何、じゃがりこをお湯で溶かして食べたことあるって。ない。あれはあるよ、あ、そう、じゃがありご、よく覚えてたね。そう、じゃがありご、ありご、削らないチーズじゃない、なんだっけ、さ、裂けるチーズ。やばい、どうした、おにし。そんなね、疲れた、あれはないんだけど、なんかちょっと頭働いてないね、今。そう、裂けるチーズとさ、じゃがりことお湯をガーってやってさ、なんかじゃがありごってやつ、よく一時期配信でも何回かやってたよね、ハマって。削らないチーズ。ちょっと疲れてるかもしれん。そう、もう、脳はもう寝てらっしゃる。寝てないんだけど、なんでかしら。糖分取らないとって、確かに。でもカレーうどん食べたよ。カレーうどんは糖分入ってない？糖分か。でもさっき飛行機でじゃがりこ買ってきたよ。買ってきたじゃない、飛行機でじゃがりこ買ったの、飛行機でじゃがりこ食べてきたで、ね、うん、あれは糖分入ってないんか、じゃがりこは。塩分か、だから糖分。糖分か。でもアイスっていう気分でもないねんな。髪伸びましたねって、伸びたでしょ。フルーツは、フルーツ、ありがとう、その言葉を言ってくれて本当に感謝しておる。ママが買ってきてくれたフルーツが期限切れちゃう。言ってなかったっけ、これリンゴって書いてんで、あれ、ママリンゴって言ってたっけ、あれ、これ梨って言ってなかったっけ、ママ リンゴいただきます、母、お母様、いただきます。ほんか、あれ、梨とパイナップル買ってきてくれてなかったっけ。しかもパイナップルママ食べて帰るって言ってたの。美味しいわ、リンゴ。りんごたまに食べたくなってコンビニで買っちゃって、りんごね、たまに食べたくなるよね。りんごの自販機とかあるよね。
都会は。初耳って、ほんまに？なんかたまにさ、駅とかでさ、袋に入ったリンゴ売ってない？あるね、あるよね。カットされて袋に入ってるやつ売って、そう。うん、リンゴの自販機があるの。都会でって、都会で何個か見たことあるけどな、1個とかじゃない。リンゴ冷えてて美味しい。メッシ、うん、メッシさん。なんで知ってるの？大西のテレビどっかで見てんな。盗聴器か盗撮か、なんや、どっから見てるんや。大西のテレビが見える角度って言ったらもうここら辺しかないで。えらい、こっちゃ。ショールームからやろ。え、音でわかんの？超能力で、すごっ。でもさ、ほんまにさ、ちょっとサッカー詳しくなりたいなと思った。なんか面白い。難しそう。うん、なんか野球とかはさ見ててわかんねんけどさ、サッカーはいろいろルールが難しいよね。昨日は叫んだわよっていいな、見たかった。なんか見れへんかった、私んとこのテレビ、鳥取のテレビ。なんか見えなかった。野球分かるようになった。うん、野球ってだってさ授業とかでやってたやん。でプラスお兄ちゃんが昔野球やってたっていうのもあんねんけど、サッカーもするやんって。いや、なんかサッカーもさ授業でしたけどさ、なんかこういうのないやん。あのがその授業とかでするやつ、こういうのとかとかないやん。その辺がよう、あの難しいのよ。あれ、な、今のな、ないの、どうなったみたいな。ん？私やってないみたいな、なんかあるじゃん。なんか、うん、ピーみたいな、なんかあるやん。だからその辺のルールがよく分かってない。演技力も必要なのって、そう、それなんかあのうすうす気づいてた。なんか
演技力も多分必要なんだろうなって思ってた、うん、うすうすね、だからその辺がやっぱ難しいからさ、何ていうか、ごちそうさまでした。美味しかったおしまいやりたいな。あ、あんま寝れそう。うまかった。せめて足なんて、足なん、あ、肩は違うの。演技うまいやんやって。やった。演技上手。やったね、もうやれた。こちとら舞台で刺されたり蹴られたり殴られたりもう西はほとんど受け身のことしかしてない。それ、そう、そういえばそうだね。今までさ、大西が攻撃を与える側はしたことなかったの。舞台気味戦でやっとなんか人を攻撃した気がする。人っていうか戦った気がする。今までずっとやられっぱなし、ずっとやられっぱなし。かわいそうが似合うって言われる。もう懐かしいもん。時計がさ、帰ってきたら時計の電池が切れててさ、もう全く持って何時か分からへんあ、もう11時過ぎてんの。あ、ありがとう。電池切れてた。いや、薄かったのよ文字が最近。いや、うっすりな思ってたけど、なんか帰ってきたら消えてたわ。替えの電池あるの？多分ある、どっかにある。うん、そろそろ寝るって。寝る寝る、ほら行ってくる。ということで、あると思います。やばい、ちょっと眠いからテンション変やな。よし、ちょっとランキング読もう。怒られるわ。
あんな配信ならしない方がいいと思いますよ。あこ、あこ、あこ、はい、やわろ。まそこ、ランキングの方、やだ行くよ。1位の方から行くよ。行きますよ。レッツゴー。行きます。1位ハギハギアットマーク、もーちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がキライティティさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がサトチアットマーク、おにしぐんさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がライオマルさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が黒芝のリコテンさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がよっちゃんとゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が MM ルールズアットマーク、岐阜の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が、りゅうげんさん。耳方合ってる？りゅうげんさん。合ってるよって、ありがとう。あれ変わってもった。ランキング変わってもった。もう一回いくよ。1位ハギハギアットマーク、ももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がサトチアットマーク、おにしぐんさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がKITTさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がライオンマルさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がよっちゃんとゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が、MM ルールズアットマーク、岐阜の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がキョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がマークアコードアットマーク、太田軍大西区大地区手段さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト10歳がリュウゲンさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。ドゥン、ありがとうございます。ということでですね、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？うん、でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。バイバイ、ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。